ペンガキ、はい、空軍入りたいの？入れたら入ろうかな。入れたら入る。入れたら入る。ハリー、ハリーよ。俺あのあれだから、あの空軍部活と勘違いしてる、ガチで。え、まず日本で空軍に入るのはまず無理だよね。じゃあアメリカ行きます。兄弟より無理。アメリカで空軍に入る、外国籍米軍、北朝鮮とか行った方が早いやない。いやしい、めっちゃいいこと考えた。ヘルスカの代わりに徴兵されてこい、お前。お、いいね、それ。いや、行ってきます。多分徴兵される権利ないんじゃん。あ、方法ある、方法あるかも。へて、お母さんがシンガポールに帰化して、え、じゃあ俺韓国の徴兵行ってくるわ。いやー、どうなんだろう、韓国どうなんだろう。え、でもシンガポールは帰化すれば、帰化した人の子供は徴兵に行かなきゃいけない。あ、そうなんだ。そういうシステムだったはず。シンガポールにも徴兵あんのか。じゃあ韓国の徴兵行きます。いってらっしゃい。バイバイ。元気やな。少年叩き直してこい。空軍の何に乗りたいの？なんかブルーインパルスの正式名称知らなくて、ブルーインパルスっていう存在を知ってるだけ。え、だから何に乗りたいとか分かんない。その乗れたらいいなみたいな。きっかけがあるじゃん、なんかこうそういうのって。何かかっこいいなとか。あの、かっこ、最初はかっこいいなと思ったけど、今あの乗れたらいいなみたいな。なんかなんでその目の前にある箱を使って空軍入り方とかで検索したりしなかったの？この箱は壊れています。いや、その箱を使ってる箱は壊れてるな。じゃあなんかあの黒い板でもいいよ。黒い板使って検索したらよかったもん。いや、入り方は別に知ってるっていうか、っていうかの後に続くことはある。知ってるっていうか、パイロットめっちゃ勉強しないといけないよ。じゃあいいです。マジか。電撃でも勉強しないともう終わるよ、多分マジで。おい、勉強しないと終わるよ、まず人生。豊かにならないよね、人生が。いや、豊かだよ。いや、豊かじゃない。現状に満足してるかもしんないけど、このままの知能で成人迎えたらマジちょっとやばいやつだよ。バケモン。いや、ガチで。まずバケモン。え、多分お前が愛を知ることはないよ、これからの人生でその知能で生きるんだったら。確かに。え、なんかまずい、このままだとペニガキ危機感持った方がいい。ペニガキ、お前が思ってる誰よりもお前やばいよ。周りはすでにみんなお前に対して危機感持ってるんだよ。お前よりやばいやついないんだよね。え、コウタンでしょ。え、コウタン以下だよ。コウタン以下だよ。ちなみにコウタンはだって自分で稼ぐ能力あったりするしな。コウタンはまず自分で何の動画作ろうって考えて、なんかその人のを真似しててもいいから何をしたらいいかなって考えて実行する能力あるから、コウタンとペニガキマジ比べ物にならない。コウタンとインキャスになったらコウタンの方がすごいからね。その上コウタンってめちゃくちゃ編集うまいからね。え、相当すごいよ。人気転生とコウタン比べたらもうダメじゃん。もうなんか GGGG じゃん。コウタンの方がすごいよ。人気転生一応大学まで行けるぐらい頭はいいからな。え、あれだよ、それバンダルとファントムぐらいの差だよ。ペニガキ分かりやすく言うと、ペニガキあれだよ、フレンジーとかだよ。ペニガキはフレンジーとかじゃないの、もう。え、お前ナイフだよ。ナイフ、ペニガキナイフだよ。あのショックダッツとかスカイの犬程度でまして。ショックダッツの反射ってバンダルに勝つこともあるんだからな。最近学校行ってるんでしょ？え、だから行ってるよ。え、勉強ってさ、それついていけてるの？このさ、特別教室、特別教室だよ。何？寝てんでしょ？え、で、いやいや、もう寝てるとは寝てるし、やってる時はやってるよ。本当に特別教室でしょ、ちゃんと。え、だからそうだって。じゃ日本ってすごいね。トランポリンあるやつでしょ。領域じゃん、領域。ペニヤヒの領域。虹色の目的がある。特別教室。マジですごくない？たまにさ、気が向いて学校行ったらさ、特別待遇みたいになるわけじゃん。日本の教育良すぎだろ。めっちゃいいよね。え、てか、相当いい学校だよね。ほっといてなんかこう、あ、来たんだ、じゃあ席ここねえでおしまいとかじゃなくて、ちゃんとなんかその子に合わせて授業みたいな、なんかとりあえず教えてくれたりする。日本ってすげえんだぞ。は？いや、お前が言うな。最大限恩恵受けてるな。ペニガキやばい、マジで。ちょっと頑張ろう。これ以上学校行け以外に何があるの？なんかもう、スタートラインに立っただけだよ、だって。で、みんなと同じことをやってるだけなんだよね。みんなと同じことをやってなかったのが、今やるようになっただけ。ツケが回ってきてる、ペニガキ。そろそろ。なんか調べたりしたら、自由研究したら。何を？え、わかんない。ブルーインパルスでも自由研究してみたら。いやでもそんなの入ろうと思ったら、多分英語やらなあかんやろ。まあ、何するにしても英語あればいいよね。それこそペニガキイギリスに旅行行きたいって言ったけど、なんか風化言ってたけど、マジで英語わかんないと入国審査とかでもめんどいよ。なんか毎回比べるようで申し訳ないけど、ドルピンデュオリンゴやってるじゃん、うん、でわかんないとこあったら全部風化さんに聞くようにしてるんだって。風化さんに聞こう。
え、だってさ、XP のこの違い見てくれよ。XP って何？経験値が。デュオリンゴの経験値。デュオリンゴの経験値があるんだけど。ドルピン3538、ペニガキ116。だいたい1回のレッスン20ぐらいなんだけど、1ヶ月前ぐらいに始めて、これ。ウルレッスンあまりにもなんじゃ。違う、これ、ウルレッスン。これ、ウルレッスン。これ、ウルレッスン。俺じゃない。あ、僕ですよ。あ、僕です。それぐらい。いやー、ペニガキくん。頑張ろっか、俺と一緒に。よかった。よかった、たらいや、よかった。なんでお前も近畿感覚えてんだよ。おいおい、戦うか、俺と戦うか、お前。そう、なんか、いや、あの、ペリアキさんはいいんだけど、海長やってたらちょっとびっくりするな。え、だろ？ブルーインパルスの自由研究してよ、ペリガキ。いいよ、もう。え、いいとかじゃなくて。え、その、いいよで来るから、ペリガキ、こうなっちゃうんだよ。どうなんだよ、もう。え？いや、なんかもう。え、なんか、ペリアキのさ、中で、お前の中で一番低い人間誰？低い人間？どういうこと？いや、なんか、この人はやばいな、みたいな。でも、存在価値が低いってこと？いや、まあ、存在価値というか、それもそうだし、こいつに勝てるなって思うのは誰？ゲームとかじゃなくてで、うん、ゲームでも大体なんか大体負けてる？ゲーム以外でしょ？うん、ほら、まあ年齢違うからな。50人くらいだったらヤバい人たくさんいるじゃん。ヤバい人たくさんいるけど、まあまあ割とみんなそんなヤバくない。落ち葉とか？え、落ち葉別にヤバくないよ。ヤバいっていうのはまあみんな冗談でヤバいって言うけど、まあなんか実際別にそんなヤバくない。千葉はやばいと思いますけどね、私は。いや、なんかこう、そういう、いや、じゃあ、もっと言うなら、もっとやばいっていう。割とペニガキの行き先、落ち葉だよ。なんか、網だくじでキャッキャッするよ、あの年齢で。いや、あのね、サンドさんがいるんです、だから。あの、いや、まあまあまあ、サンドさんはまあ、大学行ってるし。建築できない落ち葉って何の価値もない。建築できないって。しかも、ゲームも落ち葉より下手じゃん。それはない。別に別のゲームで勝ってる。まあ、むずそう。むずいんよ、ペニガキくん。まずいよ。落ち葉って、確か就職しなきゃいけない年らしいけど、マジで何にもしてないらしいよ。最高じゃん。ペニガキも多分同じだろうね。こういう人もいます。いやいやいや。ペニガキに幸せになってほしくて、みんな言ってるんだからね、これ。あ、じゃあ言うのやめとくか。俺はまあ、今のまま。ペッターどうなのか気になるけど。いや俺もやっぱそのベルムのその考えが邪悪だな。ここないチームもいるけどさ、チーム邪悪。だからあれでしょ、あのじゃあコノさんはあのペニアキがこのまま落ち葉になるっていうあのオッズでしょ。オッズ、OK、俺はどうだろうな。ペニアキ未来予想キャンプ。いや、なんかみんなの冗談とかがある程度分かるようになった方がいいと思う。まあ、ニート部的に。じゃあ、ニート部的な話をすると、冗談とかって分かんないじゃん、多分、ペニガキあんまり。分かんない時もあるじゃん。分かる時もあるだろうけど。ドレハンでめっちゃ重力軽いモッド入れて、めっちゃ飛んだギャハハは分かるけど、もうちょっと角度が深くなると分かりにくくなるじゃん、多分。なんで面白いんだみたいな風になる時とかあるじゃん。笑ってる理由とかが分かんなかったり。月の重力が軽いとかって知ってんの？知ってるよ。知ってるか。まあそういうの、要するに月の重力が軽いって知らなかったらそれ月じゃんみたいな話ができないわけじゃん。それのなんかいろいろバージョンみたいな。バカって最終コミュ力あればなんとかなるけど、ペニャキって対面だと別にそんなにコミュ力あるわけでもないからな。なんかさ、エフランでもなんかどうにか生きていけるのってコミュ力があるからだと思うんだけどさ。かっちゃんとか。そうそうそう、ペニャキ別にそうでもないやん。今は別にこう普通に喋れてるけど、コミュ力か勉強かな気がするんだよね。ペニャキ、お前シャムさんになるぞ。シャムさん誰だって知らん。まあまあシャムさんはでもまあ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 知らなくてもまあ別にいらない別になんかまあいらない、ある意味いらない知識は。ユタもあれ見て通うようになったの、まあ、確かに確かに。この人みたいになったら嫌だなっていうのってないの？なんか悪い見本みたいな。別にない。じゃあこの人みたいになりたいなとかないの？それもない。将来どうなりたいなっていうのもあんまないってことだよ。すごいね、なんか母子家庭でそんな感じの思考になるの初めて見たかも。学校行って寝るだけだと俺になります。マジで俺ずっと寝てたから。あ、じゃあ俺海田になるんだけど。ガチでずっと寝てた俺。でも海田って本読んでたやん、ラノベでも。もうラノベ読んだ。ラノベ読んでどう疲れて寝てるよ。なんか前回行った時何勉強したの？マジで掛け算とかしかやんないんだって。そのレベルがあれだから。まあまあいい、別にいい、別に、まあ、まあしょうがない、ね、まあもう一歩ずつ歩くしかないからしょうがない。え、掛け算じゃあ分かんなかったってこと？これまで。じゃあなんかその復習みたいな。分かる、復習。あ、よかった。掛け算分かんなかったかと思って、なんかなんで早く行かせてあげられなかったんだろう。なんで早く、まあまあでも頑張って通おうとしてるだけ偉いか。え、お前時計読めるよな、さすが。読めるって、まあ、お前誰に名前。アメリカの、いや、アメリカの子供読めない。いや、まあ、まあ、ある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 、うん、マジであんだよ、最近。ペニガキこれ分かるか。何？だって、この雑談のやつこれ何時か分かる。何これ、全部同じ見えんだけど、9時20
参加に。なるほどね。まず時計の読み方からだな、まずは。あ、違う、12だ。いや、ちょ待って、よくない。別によくはない。そんな、なんか、なんだろう、10か20かで迷う出来事起きない、別に。じゃない。じゃない。まあ、確かに。これはなんかさ、シーンが分かりにくくなるのやめてくれ。シーンは分かる、分かる、分かる。いや、分かんねえ時あるじゃん、なんかシーン同じですみたいな。何秒か分かるよ、これ。2時24。マジ、見にくすぎる。2時24分55とかじゃない。あー、ギリギリ、ギリギリか。なるほど。まあ、画質悪いしな。いや、そうでもないぞ。まあでも学校頑張って行ってたもんな。でもよかった、よかった、マジで。そこまでは行けたのはよかったわ。なかなかだな。時計読めるくない？これで読めてないって言われると何？いや、お前1回目間違ったよな。間違ったし、時間かかりすぎないよ。あの、別に時計読むのって、あの、瞬間にわかんない。そう。別に なんだろう。そんな、ぐらいでギャー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 言うんだったら、そんなんなんでもなるけどね。でも、2×3 って言われたら、ってならないじゃん。なるほどね。そういうことよ。まあ、本たくさん読むか。本読もう。ラノベ戦法。いや、もうラノベでもいい。ラノベですらいい。漫画でもいい。もう薬屋の独り言とかでもいい、なんなら。俺も読みたいから、俺もちょうど読みたいなと思ってる、それ。なんかさ、漫画とかさ、なんか興味あるのあったりしないのか。マジで漫画いいと思うんだけどな。呪術廻戦でも読んでんじゃないの？アニメなんじゃない？呪術廻戦、結構難しいけどな、内容あれ、ちゃんと。漫画最近何読んだ？漫画最近、呪術廻戦一巻だけ読んだ。面白い読み方してるの、今一巻読むって。全部貸してあるからもう、全部読め。あ、いいじゃん。FNX それメルカリで転売しなきゃ。おい、あ、貸しません。全部売って、ペニガキ何するんだよ、そんなの。金あってもしゃあないやろ。外に出ねえんだから。お金あったら何か欲しいものってあんの？なんだろう。別に欲しいものはいっぱいあるよ。何欲しいの？パソコンとかそういう周り以外で。モニターとか。あ、なんか趣味系か。普通に、なんだろう。でも食べ物とか買いたいなって思ったり。ああ、そうなるね。確かに。どこ行きたいとかない？どっか旅行行きたいなとか。旅行か。北海道行きたいなって。なんで？海鮮食べたいな。ああ、じゃあ、こっちさん連れてってあげて。あれ、どれやねん。なんか食べたい海鮮があるんだったら、まあなんか他の県でもあるわけじゃん。でもなんか北海道の方が新鮮って聞かない？あ、まあまあ、気持ちは分かるけど。なんか新鮮な方が食べたくない？その。あ、分かるよ。別にどれも新鮮みたいなのは別に。北海道だけが、あの別に。いや、北海道だけだよ。北海道だけだよ。これ YouTube ショートで見た。でも別に、3食しか食べへんわけやん。その時間以外何すんの？別にコンビニとかでお菓子とか買ったり。ずっと食ってんの、お前。ちょっと待って。ずっと食ってる。それやったら、例えばなんか、どっかに旅行しに行くんやったら、どっか観光地行きたいなとかなれへん。どっか観光？観光地に、沖縄とか行きたいな。いや、北海道で。その場所、その、すげえ、なんか、範囲でかい。全部制覇しようとすんな、お前。今日オーダーすんな、お前。違う、北海道は行きたいなと思ったのは、その、わかる？なんか北海道。海鮮だから、そう。だから見たいもんって言えばないの。なんで北海道って海鮮が美味しいのか調べたら。だから海が、なんだっけ。そういう時に調べる、なんだっけってなった時に。調べ癖つけな、調べ癖。そう、なんでこう なってんねやろうとかっていう。例えばその旅行するにしても、観光地があって、なんでそこにこれがあんねやろうとかっていうのを板で調べるのよ。目の前の板で。持ち運び板で調べるのよ。もうそれでもいい気がする。なんか、なんでって思ったら一瞬で調べて、まあ、ヤフー知恵袋見ろもん。まあ、ヤフー知恵袋とかめっちゃ簡単な言葉で書かれてるよね。ヤフー知恵袋で義務教育終えよう。まあ嘘も書いてるけど、別になんか姿も何もしないよりも、まあ、てか何なら調べる人が一番最初にたどり着くみたいなとこだよね。めんどくせえなと思ってたな。漫画は別にいいと思うけどな。あれはなんか定番のドクターストーン。定番いや知らない、定番じゃないと思う。なんかいいらしいよ、ドクターストーン。あ、そうなんだ。あ、まあいい、面白いし、ジャンプだし。ペレ進撃の巨人はちょっとあんまりか。難しすぎるよね、進撃の巨人。なんか勉強になるかなと。いや、まあ分かんないこと調べるっていう風にやったら勉強になる、ちゃんと。調べ癖つけよう、ペニガキ。はい。ペニガキ、竜が如く一緒に YouTube で見よう。やめろやめろ、竜が如くとかやらなくていい。こいつを育てるわ、極道もどきって。極道もどきが極道もどき育ててどうすんだよ。おとしまいすけどね。次会うときなんか、陰キャ先生とペニガキ両方サングラスかけてなんか。どうしよう、なんか普通に。おい、スーツ買いに行こうぜ、お前の。そういうのもやります。警戒してる。やだな。ってわけで、ペニガキさん、今後ともよろしく。頭悪いとペニガキ騙されるよ。
ま、かっちゃんがマジでそうだからな。かっちゃんってさ、めっちゃ失礼だけど、かっちゃんって頭悪いせいでさ、先にやったり騙されまくってんじゃん。まあ、まだ死んでないからまだいいけど、ワンチャン死ぬ、騙されると。まあ、借金で首が回らなくなって、もうどう死ぬしかなくなるみたいな状況も全然あるわけだよね。とかもあるし、なんか海外でめっちゃお金になりますよって言って、実際は嘘で全然金になんなくて、変なところ行かされて、治験でわけわからん薬打たれて死ぬみたいなことだってあり得るよ。まあ、詐欺の片棒担がされるぞ。1万円当たりますみたいな。今はペリガキは騙される年齢じゃないし、周りが守ってくれるけど、かっちゃんって守ってくんないじゃん、誰も。大人だから、まあまあ彼女が、まあ、ある程度は守ってくれるかもしれないけど、それでも守りきれないじゃん、大人だと。何でも自分でできちゃうから。だから騙されてワンチャン死ぬから、頭良くするためにはいろんなこと調べた方がいい。テラフィルドは確定です。マジ頭悪くていいやみたいな風にするとマジ死ぬ。まああと人から信用されなくなる。だってニート部でグッズをやろうってなった時にさ、まあ、かっちゃんは別にニート部じゃないけどさ、かっちゃんと考えようとはなんなくない？確かに。なんかじゃあ例えばニート部でやばい炎上ごとが起きましたってなった時に、かっちゃんに相談しようとはなんないじゃん。ベノムとか大人とかに相談しようとかなるかもしれないけど、かっちゃんと相談するとかやんなくない？普通にどう思うとかなんか言っても意味ないってなるじゃん。そんな頭悪いしバカだからみたいな。まあバカって言ったらかわいそうだけど、まあアホな人に聞くよりも、ニート部だったら紅茶とかマスラとかコナさんとかちゃんと分かる人に話した方がいいよねってなるから、頭悪いといつまでたっても信用してもらえなくて、大事な話も省かれちゃうみたいになって、結局損して騙されてつまはじきにされてるやついる。なぜなことになる。でもインカネにすればちゃんと意見を言えたりするから、まあ、バカなこともあるけど、うるさいこいつ。そう、まあバカなこともあるけど、まあいいことも言ったりするから、ちゃんと言葉にするってことができるのよ。こうだなと思った時に言葉にしてちゃんと伝えることができるから、それはでも本を読んだり、なんか分かんないことで調べたり、漫画読んだりしてないと、伝えるとか文字とか文章とかが分からなくて、なんかおかしいな、変だなと思ってても誰も話を聞いてくれない、自分が思ってることを聞いてくれないってなっちゃうから、本は読まなきゃダメだし、文章書かないと誰も理解してくれなくなる。勉強したくないだろうけど、大人になってからあんま勉強できる機会ってないよ。確かに。本ももう無尽蔵に読める期間なんて、とんでもないニートでもしない限りあんまないし、一番吸収できる時期なのよ。もう今がもう脳的にどう考えても、もうなんか陰気先生とかが何かを覚えようとしても、もう何も覚えられない。なんかそういう思想強い。なんかさ、脳年齢の思想強いよね結構。なんかいやだって私はだって小さい時ずっと本読んでたから、それで大学ギリ行けたんだもん。でも実際そうじゃない？だって暇人さんって何度同じこと言っても、何度言っても何度言っても理解しないから。マジであいつ3つ質問しても1個しか返ってこねえんだよな。まあ、中高はな、中高はね、中高はもう大学です。いやもうなんかいけるかもわかんないけど、高い常識とかそういう話になってくる。知らないとね、大変ですよ。赤道知らないとかちょくちょく大変だもんな。授業室とかやらないと困んないもんかもしれないけど、なしなんだっけ、なんか N を南だと思ったもん。えわい、ベーゲー東大に行け、ドラゴン桜挟むな。まだなんとかなるもん。ペニガキが20歳だったら誰も言ってない、多分もう誰も言わない。だってウミナに誰も言わないじゃん。まあ確かに、確かにウミナにウミナ東大に行け、ウミナに本読めとか言わないもんな絶対。まあ言わんわな、まあ、ナッシーとかもどうにかなってんの、誰多分本読んだり、なんか確かになんか多分インプットアウトプットしてるからだよねあれ絶対。なんか、まあ、確かに、ね、ナッシーなんかちゃんと言葉で喋れるもんな。何言ってるか分かんないところもあるけど、でもなんかちゃんと発信をしようと試みれるんじゃないけど。でタルコフの攻略とか読めなくないんだって、ペリニキ読めるか、むずいっしょだって書いてること。人に聞いてるもん。え、でも俺一回調べたよ一回かよ。こんなんだってさ、ウィキをさ隣に置いてさ、スマホでウィキ見ながらやるゲームじゃない、この手のゲームって。何にどれだけ価値があって何をしなきゃいけないみたいなのとか、むしろそういうの楽しむゲームでしょこれ。タルコフのさ、なんか元ネタって何なんだろうとか考えたりしないの？まあ、ちょっと気になった時はあったあったけど、じゃあ調べないとな。調べ方知らないんやないかな、答えが出てこないみたいな。ちなみにタルコフってフィンランドだよあれ、フィンランドの近くだよあれ。え、だってあれロシアでしょ。だからロシアとフィンランド隣じゃん。分かってんじゃん。天才。え、だってタルコフ喋ってるやつってロシア語でしょ。俺はタルコフやってないから分かんないけど、ロシア語と英語だね。
通にもうちょっと学生時代ちゃんと勉強していけばなと思うことはめっちゃあるしな。私もおいプレイキー、お前モンハンやれ。モンハン、モンハンでお前語学力を身につけろ。お前モンハンって、モンハンって何？モンハンだよ、モンハン。モンハンだよ、モンハン。いや、わかんない、わかんない。こうなる、こうなる、こうなる。フレージ、将来こっち側だぞ、お前、もう。招かれてるぞ。招かれてる。こいつに。お前もだよ、海に。おい、なんだ、お前、急に肩組んでくんの、お前。まとわりついてくんな。この、まとわりついてくんなっていうね、語彙力もね、ありますから、ちゃんと。うぜぇ。まとわりついてくんな、はい、検索してください、意味。くんな、スペース。意味まとわりついてくるなってぐらい。まあ、あと、バカにされるよね、そんな感じでずっと。それも嫌じゃない、ペニヤキ。どう思うの？年上の人が周りに多いから、まだいいけど、まあ。だって、ペニヤキがさ、18とかになってさ、15歳ぐらいの、まあそう、わかんないけど、15歳の参加勢の女の子とかから、マジでバカだねって言って、バカにされたりするから。いや、でもちなみに同じようなこと、コノさんが非家庭性とか非マジンとかに、マジバカだなとかって言ったりしてるけど、まあでももっとそれのさらにひどい版みたいなことが起こるわけじゃん。なんか、通帳ってやめましょうよ。いや、先生、バカじゃねえのって言って、ひどくね普通に。なんでそういうことなんですよ。そのコノさんが本当は心から二人のことを尊敬しています。ああええねええねキモコイスええねえねえ動画上の演出で。あそんなことありませんよ。あすごいね。なんか会議とかでも動画上の演出してくれるんだ。いや実は録画してるんじゃないかなってこっそり思って。いや常にね、もうプロじゃん。そうなんですよ。あれ好きなんだよな、あのコノさんが暇人さんって時の暇人のはい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 みたいなやつ怒られるみたいな。あれちょっと好きなんだよ。ミュートしましたミュートしましたとかってミュートしてねえの絶対っていない時の言い訳だし意味わかんない。一時期ノイキャンで何も入ってなかったかっこなんか15分ぐらいいなかったみたいなことあるもんな。15分ぐらいずっと喋ってなかったくせになんかノイキャンでとかノイキャン入ってたって意味わからん。何ノイキャンってマジわからん。ペレヒ嘘つくようになるなよお前。こうなるからな。嘘はつけばつくほどいいからね。最悪だ。いいスキルと意味わかんなくなるからね。自分で破綻し始めるから。あ嘘ってこと？嘘をついてる自覚がないまま適当なこと言いまくって結局何が嘘かわかんなくなってくるみたいな。自我の崩壊だろ。そこまで来たら怖いよ。それで自我保ててんの。何が大切かっていうとね、結局猫耳も見るのがいいんだよ。ごめん、よくないよね、やっぱり。ごめん、流行に乗るな。どう言ったって猫耳が一番いいわけよ。脳みそトケトケコンテンツじゃん、あれ。そう大事なんだよな。でも分からんと思うけどな、猫耳意外と社会的な内容多いから分かんないと思ったら面白さとか分かりにくいよね、多分。まあ、猫ミームって、まあ、どう表現するかおい、バカにしてんのか、もう、おい。猫ミームって、わら、おい。なんか、ブラック企業ギャグ多くない？なんか、猫ミーム、ブラック企業ばっかだよね、なんか内容。工場バイトそうね、工場バイトとか、ブラック運転手みたいな。そういうのばっかだよね。ペニガキ、こういうの見ろよ、これ。お前、こうなるぞ、お前、マジで。底辺とか。また底辺じゃないか。とか、ブラック企業じゃないか。18時間労働、パワハラ、暴力を恐れて、お前マジでこれになるぞ、本当に。何この笑顔。前50出勤、こいつやばい。本当にこれ、マジでこれだよ、本当にペニガキ将来。マジでこれになるよ。でもこれちょっと海やなんかちょっとこれなんかちょっと心配し湧きそうな内容じゃないなんかちょっといや背景がこれだからいいよ。ちなみに海やの一日作ろうよ元々の。多分苦しくなって作れなくなる多分途中で。海やきが成人してる時マジでニット部があるから怪しいからな。どうなってるかわかんないね。なら YouTube が全部ワゴンになってましたなるかもしれない。それでも頭良かったらじゃあなんか別のことするとき一緒にやろうぜってなるけど頭悪かったらまあ別に言ったらならみたいな感じになるじゃん。頭いい人ほど選択肢があるからね。紅茶って多分割と今から何にでもなれるけどもう陰キャ転生とかもうリリとかもう無理ドカタドカタ一択って感じじゃん。一緒に家建てるよ。おい家建てる準備いいか。なんかやるか。いいとも建設行くぞ。トン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 カンカンカン。マジでね頭よいいとじゃあなんか別のことやろうってなるじゃん。例えばニートボがなくなりますってなってクンさんが突然アフリカでちょっと学校やるわって言ってニートボやめるわって言って。いや成人すぎるだろう。なんだどうした急に俺がねそれだけはアフリカに行って、ね、例えなんだそれだけはないんだよね。例えで好感度上げていくなよことが発生した時に
じゃあなんかわかんないけど、じゃあディーディーが編集の会社作るとかって言い出した時に頭悪かったら、エペフペリング人が別に何もできないっしょってなって呼ばれないってなるじゃん。あ、清掃員やるじゃん。清掃員すらもやらせてくんないよ多分。いいね、いいね、やろうか。怖いもんね。お前体で拭けも手でトイレ掃除みたいな。トイレ掃除でも手でやれよ。なんかこれ何触っちゃいけないとか、これなんか触っちゃいけないよねって分かるよねみたいな信頼があるもんな。なんかやっぱり紅茶さんにこう周りの俺の部屋掃除させようとしても触っちゃいけないもの分かるから。例えがよう分からんけどな。俺の部屋掃除しない。こんな例えが。お前の部屋の周りなんかそういうさ聞けばいいのか。語彙力がないとこうなるんだぞ。説明ができません。何言ってんだ。こうなる。みんなからハーみたいに言われるっていう。はぁ、みんな猫ミーム。あぁ、あぁ、どど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 。猫ミーム確かにいいかもな。なんかこういうの見てな、危機感持つじゃん。こういうなんか、あ、自分もこうなるのかなみたいな。猫ミーム最近なんかムカついてくんだよな。なんか作ってるやつがなんか猫になってるから許されてるけど、まあ、確かに猫じゃなかったら許されなさそうな雰囲気のやついるよな。主人公が大体なんかムカつく、いやムカつくやつなんだよな。猫で中和してんのここで実は。頑張ろうねペニック。おい財布置いて消えろ。は？頭悪いとね、財布置いて消えろしかいなくなっちゃうんだ。財布置いて消えろ。カツアゲするしかなくなる人から。俺は今から東京のストリートでてっぺんだったけどな。まあ頭悪いとこうなる。